大正解。それじゃあ動画へレッツラゴー。さあ、クジャナイアリスがめちゃめちゃ倒してる。現在キル10キル。さあ11キルになった。ナエトルが6キルしてる。さあこの3人まさか今日ポイント稼ぎまくって逆転優勝あるのか。さあ目の前クジャク、まずいところに入ってしまった。さあこれはしかしアリスがしっかり援護してくれている。さあラギスも敵を倒している。さあしかしめちゃめちゃキル取ってるぞ。さあ後ろでアリスがやられてしまうが、さあ目の前の敵も倒したい。さあナイトルもやられて残り8パーティー。できるだけ生き残りたいが、ブユリルここは下からやってくる。目の前さすがにこの量は無理。さあハイグラからはミリムたち、ミリムマイポリストークがさあ上から落ちてくるぞ。さあ残り2パーティー。これはさすがにストークたちが有利か。さあ上から全員で入り込んでいく。これは対応できるか。さあしかし 2v1 1人ピーターパンを倒してミリムかっきる。下回ゲット。目の前の流星をカウンター、いや HP 差で勝っていく。さあ現在総合1位のチームがハイグラを取っている。これは逃げ切られてしまうぞ。さあシャモキーが生き残っている。まずい。1位のポイントがえぐいことになるぞ。まずい。これはさあおっと、ここはシャモキー落下ダメージでやられてしまう。さあフレーダーたちこれは倒せるか。さあまずは隠しを入れれない。さあ目の前、さあやってきているぞ。さあワンボック勝負、ここはダメージなくなって、さあスイッチの HP も残り少ないか。さすがにこれは無理か。現在3位。うわー痛い。さあ残りフレダー VS ウィクシー VS さあフレイエル。さあフ、強っ。さあ上か、はは強すぎだろ。さあマウフィンの HP がない。目の前には現在総合1位、あヨングギョウをここで倒してマウフィン HP 回復だが、さあミニポーション系がない。さあ目の前ぶっ壊してワイルドホークがゴリゴリに倒しにいっている。さあアルバスイッチ1位のチームを落とした。ここで1位のチームを落とした。さあマフィンたちが1位のチームを落とした。さあ目の前入り込んでゾタックスも倒す。さあマフィンたち資材は増えたぞ、資材は増えたぞ。さあここは立ち回りが重要、立ち回り超重要。リムルが後ろでいっぱい倒してる。目の前ポトさんたちがいるが、さあ進んでいく。さあリムルがアンチ進行、後ろではマフィン。さあもうこれ回復がないからマフィンが後ろでキル取るって感じか。いやしっかりと後ろ取っていきます。残り9パーティー。さあペポがやられてしまっている。ローグラ、ローグラ1人いる。さあワンパーティーいるが、さあ横マフィンがしっかり横を通って移動している。さあリムールが、あー敵を倒してる。さあチリチャクもゲット、おいしすぎる。全員で回復。あー残り9パーティー。リムールがしかも7キルしているぞ。ポイントがすごい。さあ目の前マフィン、目の前ワンボック勝負。さあ一度横に連れて、リムルもチャグスポン味方にかけて残り8パーティー。さあ目の前こんにちはワイルドオーク、周りを見て倒しに行きたい。しかしローグラー取られている。まだ落ち着けない。さあ7キルしている。目の前ワンボックス69。さあリムルが死にかけたが、さあどうなる。さあまだまだ生き残っているマフィンが目の前戦っている。まずかきり入れて姿勢をしっかりゲット。前の方進みながらローグラが誰もいなくなった。ローグラが誰もいなくなった。ローグラがフリーになった。ローグラがフリーになった。さあ誰もいない。目の前ワンボックス落として100ダメージ、熱い。さあまたキルを重ねて現在9キル目。資材もゲット、デカボもゲット。ローグラ誰もいない。さあ上からルイスラたちが移動しているが、上でやり合ってくれている。マフィンたちは歩みを進めて残り3パーティー、3対3対3。ローグラそのままキープすれば2位は固い。さあしっかり周りを見てマフィン、目の前のボットを落とせるか、落とせるか。落ちはしない、資材がなくなった。さあ落ちてきたボット107ダメージ。
さあワイルドオークたち勝てるか。うわうまい、いい一人やってリムル 1v3 1v3。 さあ敵が後ろからいなくなったタイミングで使っていく。さあ全員飛んでいる。さあ1位のチームも飛んでいるが、さあここはシャモキーが落とされてしまう。さあ1位の座から転落するか。ワイルドオークたちはダメージ食らわずに移動できている。さあスイッチ残り1人、1位のチーム中盤で死んでしまうか。さあマフィンたちもう1個ジャンパーを使ってハイグラを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 取りに行っている。ハイグラを取りに行った、ハイグラ取った、ハイグラ取った、ハイグラ取った、山の上アンチ、山の上、うわ山の下だ。さあここは下からのヘイトがあるが、残り資材は20枚、52枚、67枚、足りる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 。さあマフィンのゴッドエイムの出番、ハイグラをキープすれば、ハイグラをキープすれば2位は固い、2位は固い、ここ勝ったら、ここ勝ったらでかすぎる。さあここはマフィン1回アンチ側に行ってくっつける、くっつけて落ちないようにします。そしてキットを巻きます。さあ一応山、いや山上ではないが、これはすごくチャンス、ルリも生き残ってる。さあ下にワイルドオーク降りて山にくっつけて勝てる、これこれマジで勝てる、これマジで勝てる、マジで勝てる、できるだけキル取りたい、できるだけキル取りたい。さあコヨタが下で暴れ回ってるぞ。残り4パーティー、残り4パーティー、ルリたちも生き残ってる、ルリたちも生き残ってる、ルリたちがここでやられてしまうが、いやまだ生きてる、ルリが一人で生き残ってる、マフィがハイグラもう上にいるだけで勝てる。うわー、さあ1位のチームがどれほど順位を伸ばせるか。さあペポも一人で生き残っている、資材がない。さあ1位のチームが、さあ残り1人、さあでもここでやられてしまったらポイントはあんまり入りません。スイッチ残り資材4枚。さあ後ろ来たが、ここはいや、うわーどうで、さあユセアたちも、うわユセアたち上がってきそう、これさあユセアたちがハイグラを取っている。そのままアンチを取りながら残りの2人にヒロを任せてアンチ進行しています。さあ一発当てて、さあラルがいいダメージ取ってる。さあこんにちはでキル、さあキルも集まってるぞ、現在6キル。さあまた倒して現在8キル、いやポイント伸びるこれ。さあルナチがやられてしまうが、ユセアがもう回復勝負の準備できている。これはユセア勝つだろう。ジャンパッと来るが届かない。さあ回復勝負しながらユセアとは逃げるだけ。これはさすがにユセアが勝つ。あーこれ勝ったな、そうね、さすがに勝ったかな。さあラストも倒してユセア104ポイント。さあ目の前レイニーがやられているが、ここからかっきり取って、さあ後ろから来てる、うますぎ、クラッチキングラギスをコヨタが撃破。いや今若さ溢れてたな、反射神経の鬼だった、ボクシングみたいな避け方したな一瞬。いいね、このペポの資材を使わない移動判断、素晴らしい。しかもペポ目の前の敵倒しそうだよ。さあ目の前乙女がいるが、さあもう残り資材はゼロ。ここはいやーゼルオとリアリーを倒して、さあペポとコヨタで周りを見ている。さあ目の前落としてピーランを倒して資材をゲットするが、下階がない、ペポたちもここでやられてしまう。そして1位のチームがハイグラを取って勝ちそうだ。ドタックスたち強すぎる。さあもう木も多いのでハイグラのヘイトはありません。これは強い。さあクジャクが登ってくるが倒されて資材をゲット。残り人数5パーティー、泣いても笑ってもこれがラスト。
これは勝ちそうだな、なんか。ジャックンたちがまあ残ってるぐらいですね。そうね。これは。ちょっともうここは1位のプレーを見よう、最後。世界のプレーを。さあ、目の前進んでいきます。残り人数4パーティー。さあここは降りてキルを取りに行く。もう勝ちは確信してるでしょう。さあ2人でショットガン当てて、さあどんどん倒していく。回復がないのでここはシャモキ一度やられるが、フロッパーをギリギリまで持っているスイーツィ。さあ下にも降りないのでここはもう天に任せるしかない。しかしこれは宮の HP の方が少ない。カッキル入って回復勝負、乙女がしているが負けるか。巻いていってない。うわあ、巻ききれなかったんだ。最後1位のチームがピクロイフィニッシュ。強すぎる。乾杯だな。あっぱれ、あっぱれやな、ね、これはGG、 素晴らしい。まあ一応見ようか順位。まあでも順位は2位、ワンフィンたちが2位取ってるかどうかも分かんないっていうのだから、セッションランキングいきましょう。ドン。さあ今日の1位はミヤさんたちが1位、そして累計はドン。うわー、しょうがない、うん、しょうがない。1位ゾタックス、2位アルバ乙女、3位は、ピナ NSR ミヤ、4位がユスヤ、マウフィンたちは5位、6位にルリたち、7位にクジャク、8位にコガネ、9位にファイジー、10位はクレン、11位チョコラブ、12位リュウセイ、13位ラゼルジム、14位マイポリ、15位、ジョザ、16位レイニー、17位オーラノア、18位ケンタチャンネル、19位ハイプロ、バブルマン、20位ルイサナ、21位ブユーリル、22位フレダ、23位ライファー、ナポは24位リザートたち、25位、アリババ、26位ファクスボックス、27位ダイイータ、28位特命、29位、カメが30位でトーマスが31位、ボゾが32位で FNCS グランドファイナル、これにて終了。ジジ、それじゃあ一旦ここで終わりにしたいと思います。それじゃあお疲れ様でした。 FNCS これで終幕、ありがとうございました。最後はみんなでまたな、お願いします。またな、バイバーイ。